カルランマンの明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者牧野万太郎の物語が始まる。土佐の酒蔵峰屋の跡取りとして生まれた万太郎は草花が大好きな男の子。生まれつき病弱ですぐに熱を出して倒れてしまう。万太郎はいっそ生まれてこなければよかったという親戚の心ない言葉に深く傷ついた万太郎は、病床の母ヒサの制止を振り切って家を飛び出してしまう。そして行き着いた裏山の神社で自らを天狗と名乗る謎の武者との不思議な出会いを果たす。第2話、親戚の心ない言葉に傷ついた万太郎は家を飛び出してしまう。裏山の神社へ行くと、自らを天狗と名乗る謎の武者が現れて。第3話、坂本龍馬との衝撃の出会いを果たした万太郎。龍馬からの言葉に生きる希望をもらい、一層草花への思いを強くする。第4話、秋、今年も酒造りの季節がやってきた。姉の綾は万太郎を追いかけて、女人禁制の酒蔵に足を踏み入れてしまう。第5話、万太郎は病床の母ヒサを元気づけようと、ヒサの好きなバイカオーレンの花を探して、立ち入りを禁じられた山の奥深くへと足を踏み入れてしまう。